北朝鮮の弾道ミサイル発射によって、J アラートシステム作動、日本の上空を通過後4600キロ飛行した。これは、グアムへ到達する距離となる中、日本も迎撃態勢を取るはずだったが、今回は、日本のミサイル防衛の今後を詳しく見ていきますね。令和の戦艦、大和を建造するとの方針だが、北朝鮮が弾道ミサイルを発射後、本気で迎撃してみればいいのにな。来年度、2023年度の防衛費の概算要求の中に、その新造にまつわる費用が盛り込まれたことで、イージスシステム搭載艦の構想は、予算的な後ろ盾を得た計画となり、今後の日本の防衛力の整備という観点からも注目を集めている。今回、その新造が具体化したイージスシステム搭載艦は、建造に必要な費用は、なんと、一隻あたり少なくともおよそ4000億円以上、場合によっては、およそ5000億円以上にも達する可能性があるとの報道も多く見受けられる。これは、海上自衛隊の既存のイージス艦の中で最新鋭艦であるマヤ型の場合、1番艦、マヤがおよそ1680億円、2番艦、ハグロがおよそ1734億円とされていることと比しても、軽く倍以上に相当する金額であり、いかに高額かは言うまでもない。また、イージスシステム搭載艦の仕様としては、推定値とはいえ、基準排水量が2万トン、全長が 210.0 メートル、全幅が 40.0 メートルの大きさで、およそ18ノットほどの最大速度の艦艇になるのではないかとの見方が多いようだ。これも、マヤ型の場合は、基準排水量が8200トン、全長が 170.0 メートル、全幅が 21.0 メートルの大きさで、およそ30ノットの最大速度であり、艦艇の規模として見た場合にも、イージスシステム搭載艦は、はるかに大型となっている。イージスシステムは、ご存知の通り、アメリカ軍が開発した兵器システムであり、日本の海上自衛隊の艦艇としては、1993年に就役した金剛型が、初の同システムを搭載する、イージス護衛艦として知られるようになったと言ってよいだろう。この金剛型が4隻建造された後、海上自衛隊では、続く愛宕型を2隻、そして、前述のマヤ型を2隻と、これまで、合計で、8隻のイージス護衛艦を建造。保有しており、いずれも、アメリカ海軍のアーレイバーク級ミサイル駆逐艦がベースである。ちょうど、海上自衛隊で、初のイージス護衛艦として、金剛型が就役を開始した、1993年、北朝鮮が、初の弾道ミサイルの実験を行うに至ったため、日本でも、弾道ミサイル防衛、BMD をいかにして行うのかが、急務となった。そして、5年後の1998年には、ついに、北朝鮮は、中距離弾道弾である、デポドン1号の発射実験を敢行。日本は、こうした脅威に対抗するために、2003年の小泉政権下で、弾道ミサイル防衛体制の整備に着手することを政治的に決定しした。こうした経緯を経て、金剛型は、アメリカ海軍のタイコンデロガ級ミサイル巡洋艦やアーレイバーク級ミサイル駆逐艦で実現されていた弾道ミサイル防衛 BMD を取り入れ SM-3 による弾道弾への迎撃能力を付与されることとなった。以後は最新鋭のマヤ型に至るまで海上自衛隊の8隻のイージス護衛艦は細かく見れば運用する SM-3 やイージス BMD システムのバージョンに相違は、あれど、日本の弾道ミサイル防衛、BMD を担う主体として、今日を迎えている。しかし、特に、2000年以降には、
増強の一途をたどる中国の軍事力による海洋進出が、新たな日本の安全保障上の脅威として台頭してきたこともあり、ことに、南西諸島方面の防衛力の整備には、貴重なイージス護衛艦の有効活用が必要との見方が強まる。そのため、現状日本の弾道ミサイル防衛、BMD のために、稼働時に、それへの対応に縛られる一部のイージス護衛艦を開放する施策の検討が行われ、日本では、2017年に、陸上配備型のイージスアショアを、その代替として導入することを決定した。イージスアショアは、計画では、北は秋田県、南は山口県に配備して、日本列島全体をカバーすることが想定されており、イージス護衛艦の有効活用を促すことに加え、それらの乗組員の確保に困窮している海上自衛隊の現状を改善するものと位置づけられた。しかし、2020年6月、イージスアショアは発射後に落下させる必要が生じるブースター部について、その位置を完全に安全な場所に制御できないという問題が解消できず、やむなく、導入の中止が決定されることとなった。ただし、イージスアショアの導入が中止されても、日本の弾道ミサイル防衛、BMD や、イージス護衛艦を南西諸島防衛用に振り向ける施策まで無にすることはできないため、再度、これらをどのように実現するのかの代替策が検討された。そして、2020年末に導き出された結論が、イージスアショアで調達が決められていたスパイ7レーダー等をそのまま転用して搭載する新型艦艇を2隻建造する案であり、これらは既存のイージス護衛艦と区別するためにイージスシステム搭載艦と表現された。そして2022年8月、冒頭で記述したように、このイージスシステム搭載艦は大方の予想を大きく上回るほどの規模に達することが、大手のマスメディア等でも大々的に報じられ、その存在と有用性について大きな波紋を呼んでいる。中でも、このイージスシステム搭載艦の大きさを表して、令和の世のヤマトの再来とも呼ぶ声すらも上がっているが、無論、これは太平洋戦争時に世界最大の排水量を誇った。大日本帝国海軍の戦艦、ヤマトになぞらえたのもだ。大艦巨砲主義の象徴とも言うべき戦艦、ヤマトに、イージスシステム搭載艦がなぞらえられているのは、おおむね、これが、批判的な文脈で捉えられていることを示しているといえ、戦いの主力が航空機に移る中で、無用の長物と化したそれと重ねてのことだろう。ここまで、イージスシステム搭載艦の艦艇としての規模が大型化した理由は、前述したように、陸上用のイージスアショアから、レーダー等の設備をそのまま転用することが、主な要因ではあるが、他の要素も、それに拍車をかけている。そこには、搭載する兵装が、弾道ミサイル防衛、BMD 用の SM3 のみにとまらず、巡航ミサイルの迎撃を基とした SM6 や、日本政府が言うところのスタンドオフミサイルとしての一二式地対艦誘導弾の能力向上型も加えられているからだ。イージスアショアの導入を決定した2017年に比べても、確かに日本の安全保障環境は、より厳しい方向に向かっていることは間違いないが、SM6 や12式地対艦誘導弾の能力向上型は、対中国に向けた兵装で、弾道ミサイル防衛、BMD とは別の範疇だろう。これらの対応をも、イージスシステム搭載艦で、同時に対処しようと考えた結果が、今の建造案なのかもしれないが、これまでの近年で、日本が、独自の兵器のプラットフォームの開発等を行っていないことを考えれば、不安は拭えない。大多数の人々の間で、今のイージスシステム搭載艦の使用に関して、それを懸念する声が大半を占めることも、まさに、
その点に、危惧の念を禁じ得ないためで、実際にそれが有効な兵器システムとして機能するのかを問題視している。個人的にも、こうした指摘には、うなずく点が多いのだが、あえて、イージスシステム搭載艦の現状のコンセプトの、いい点を見出そうとするならば、各種ミサイル兵器のプラットフォームとして、移動可能な部分かもしれない。これは、現在の南西諸島防衛について、陸上自衛隊が、奄美大島や石垣島等の島々に対して、一二式地対艦誘導弾等の配備を進めているものの、既存の駐屯地のみならず、新設等に関しては、絶えず政治的な批判や反対活動にさらされてしまうゆえだ。それらに対処することに、時間を要して、現状よりも、中国の軍事的脅威が、さらに高まる可能性を考慮すれば、移動式のミサイル兵器のプラットフォームとしてのイージスシステム搭載艦は、少なくとも、そうした制約は、受けずには済み、